前に開けたので3年ぐらい前なんですよ。そう、でも途中なんかイコラブ入ってぐらいからもう1年ぐらい本当につけてなくて、その後頑張ってまた自分でめっちゃ何分もかけて通して、そう今衣装を着る機会がねないからピアス自分の入れとかないとね。そう、何枚目かな。でもね、フォースはね、イヤリングなんですよ。で、5枚目はピアスとかなくて、6枚目のズルズルがピアスなんですよ。だから6枚目の時は結構戻した。だから6枚目ぐらいからつけ始めただけ。1枚目から5枚目までほぼつけてなかったんで、塞がってたんですよ。1つずつです。もう開ける気ないですね。もうね、痛いの嫌だから開けないです。もういい。そう、なんか耳にいいやつ ピアスターで開けた。そう、一時期ネイルもしよった。今してないけど、なんかネイルしとったんですけど、やっぱ MV 前とかいろんな撮影の前とかって派手なのとかダメだったり、外さなきゃいけないんですよ、やっぱり。じゃけん、なんかそれであれだからやめちゃった。でもやりたいんだけどね。そう、やめちゃった。なんかその衣装ごとにやっぱネイルがあれだから。でも何枚目？違う違う、今回のあれいつだっけな、6枚目、カメオの時のミュージックビデオは自分でね、ピンクっぽい、ちょっと紫っぽいピンク塗ってた自分で。ほぼ何も見えてないけど。そう、MV で分かった、ピンクネイル。あれ言ったっけ、私が。なんか結構ね、メンバーみんな塗ってたり、なんかヘアメイクさんに「塗りな」って言われたり。でもなんか絶対今日指は映んないから、あんま塗るの好きじゃないんですよ。動けなくなって何もできなくなるから、絶対ビシッてやっちゃうから、あんま塗るのが好きじゃなくて、自分で塗るのはだから嫌です、嫌ですって言った 今日は塗りませんって言ったの そう、なんかね、絶対ピュンってやっちゃうんですよ私。動けなくなっちゃうから。オフショットで指映ってた？オフショット？あ、写真か。すごい、そんなとこまで見てくれてるんだね、ありがとね。そう、じっとするのはそう苦手。そこの子供塗ったって言われたから、塗ってないです、今日は大丈夫ですってなるから。どの写真だろう、分かんない。誕生日なんですか？イコールことみさん。花のアバターが。花のファンの方？あれ？違うか。わかんない。ことみちゃんかな？ちゃんかな？ちゃんだよね。多分。ことみさん、おめでとうございます。お誕生日。あ、みんな結構花アバター使ってる。かわいいよね、これ。最初、イコタイムの時めっちゃ花アバターだった、みんな。おめでとうございます。あ、みんな使ってんの。今いっぱいさ、あるでしょ、メンバーの。この前の24種類のやつもあるし、私も2種類あるし、アバター。何さんだっけ？ことみさん？ことみさん？何さん？